週間のお天気をお伝えします。明日29日火曜日は各地雨のアイコンが並んでおりますけれども、低気圧や前線の影響で雨や風が強まるところ多くなりますので注意をしてください。その後は強い寒気が入ってきます。北海道、雪のアイコン並んでおりますけれども、北海道では大雪になったり暴風雪となる恐れもありますので警戒が必要です。また東北地方の日本海側や西日本の山沿いのエリアでも積雪するところがありそうです。そして気温に注目して見ていきますと、気温のアップダウンが大きくなります。この後明日の雨を境に気温が一気に下がりまして、東京の気温注目して見ていきますと、日中の最高気温12月1日は11度の予想、そして3日は5度となっております。1週間の中でも気温の差が大きくなりますので寒暖差に注意をしてください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。